弁護士の北川です。さあ今日はですね、中学生でもわかる著作権と題しまして、 YouTuber インフルエンサーさんがね、ぜひ勉強しておいた方がいい著作権について超絶わかりやすく解説させていただきます。なんと22回目。前回までのおさらいでございます。著作権法の中には、著作権という財産的な側面を守る権利と、そして著作者人格権というね、その作者のこだわりね、名誉感情を保護する側面の権利があるということ説明させていただきました。で、この著作者人格権の中にはですね、公表権、氏名表示権、そして同一性保持権だよね、大きく分けて3つの権利があるということでございます。そしてこの著作者人格権というのは、著作権と違って第三者に譲渡することができない、譲り渡すことができないと、作った作者にもう残り続けるということでしたね。ではですね、今回は著作者人格権の具体的な内容のその一つ、公表権について、まあ簡単に解説をさせていただきたいなと思います。22。さて、公表権でございます。まあこれは読んで字のごとくですよね。その自分の作品を公表するかどうか、非公開とするかを決める権利、そして公表するとしたらいつどのような形で公開するのか、公表するのかをね、独占的に決める権利ということでございます。例えばですけども、まあめちゃくちゃこだわりの強い陶芸家さんがね、一つのね、まあ皿を作ったという感じにしましょうか。だけどこれめちゃくちゃいい作品なんだけど、まあ個人的には納得いかないってことで、まあこれは仕方ない、もうその世に出すのをやめて、作品として出すのをやめて、まあ自分の自宅に置いとこうというふうに考えたとしましょう。それにもかかわらず、その陶芸家の先生のお弟子さんがですね、先生やっぱこの作品いいですよ、世に出しちゃいましょうってことね、ネットにバーっていうふうに出したら、それは一生懸命作ったその陶芸家の先生の自分の作品として公表したくないのに勝手に公表されちゃったら、それはね、その陶芸家のね、大先生のその気持ち、その感情とかこだわりを害しますよね。あとはね、例えばその有名なね、バンドのボーカルが作詞作曲したね、曲を、これは自分のね、付き合ってる彼女のね、誕生日にリリースしてね、その捧げる歌だみたいなね、彼女の誕生日リリースしようと思ってたのに、そのバンドのマネージャーさんが、これめちゃくちゃいい作品だから今すぐリリースしちゃいましょうって言ってね、彼女の誕生日に合わせることなくね、その先取りでフライングして出しちゃったら、それは一生懸命ですね、楽曲を作ったね、そのバンドのボーカルのその公表、どのタイミングで、どういった形でね、公表したいかっていうこだわりを害することになりますよね。これって著作権の財産的な側面とはちょっと違いますよね。陶芸家の大先生のお皿を別に公表すれば売れちゃう可能性もありますよね。何百万で売れる可能性もある。そっちの方がね、お金も入る可能性がある。そしてバンドのボーカルがね、その作ったね、作詞作曲した曲をいつリリースしようが、これは別に売れますからね。そういった意味では財産的な側面、財産的な損害ってそんな変わらないんだけども、でもそれとは別に、やっぱりその作者のこだわり、感情、名誉というのもやっぱりある程度保護してあげましょうというのが、その著作者人格権の中の公表権だと思ってください。ただこの公表権にもですね、例外的にその許される場合というのが定められています。それはですね、その自分の作品、まだね、公に出していない、公表していない作品を誰かにね、譲り渡した時に、その所有したね、新たに譲り受けた所有者が公表したとしても、それは文句言えませんよというふうに決められています。例えばさっきで言うとね、その有名な陶芸家さんがね、大皿を作ったとして、でも納得いかないから公に作品として出すのはやめようと、もう弟子よ、もうこれあげるからみたいな形でやった時に、そのね、弟子が勝手に公表してしまうと、それは基本的にはその公表することを同意したというふうに推定されるとね、そういうふうにしたんでしょというふうに予測が働くということになっています。あとはね、その自分の作った作品でまだね、公に公表してない場合に、その作品をまあ行政機関に出したりとかね、あとはその、国立のですね、まあ、公文書、まあ図書館みたいなとこですね、それにね、寄贈したりした場合は、これはもうその人が勝手にね、その公表したとしても、それはもう仕方ないですよというふうに定められています。なので、自分の作ったね、作品を公にね、発表するのか、公表するのかしないのか、そして公表するとしても、いつどのようなタイミングで、どのような形式で発表するかっていうのは、まさにその作者のこだわりのところの権利、著作者人格権ということになります。ただし例外的にその作品をね、他人に譲り渡したり、行政機関にね、渡したりする場合には、その公表権が主張できなくなる場合があるよというふうに解説をさせていただきました。
今回はね、そこまで難しくなかったと思います。勉強になったって方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、あとご家族、ご友人に私のチャンネルをシェアしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。あと概要欄にですね、私が提供している法律サービス、リンク貼っておきますので、ぜひそちらもご参照ください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。あなたの顧問弁護士、北川でございました。さようなら。This program is about the podcast. 私のダンスをお褒めいただいて、超いいねいただいて、ありがとうございます。